着いた。おお、わあ、素敵なお部屋着きました。じゃーん、おお素敵。あ、ここ大きいバスタブ、こんな感じになってるんだ、好き好きだ。ということで無事に到着しました。やったー。今回は成田から、飛行機に乗ってタイに到着したんですけど、7時間8時間ぐらいのフライトだったんですけど、機内ではこんな感じの格好で過ごしました。下は白の長いデニムになってて、これはリーバイスのデニムに、あと黒のコンバースと、あとこれね、可愛いんです。あのモデルのエマちゃんと、スタイリストの、リノちゃんがあの一緒に作っているブランドの ER っていうブランドがあるんですけど、そこの T シャツをこの間キットしてこちらを早速着ました。そしてその上に GA で買ったパーカーと、あとこれは少し前にゲットしたヘッドホン、あとリュックです。はい、もうね、とにかく楽な格好をしようと思ってこんな感じで身軽なスタイルで来ました。さっきね、空港着いて思ったんですけど、めっちゃ暑いんですよ。本当に蒸し暑くて40度近くなるらしいです、明日とか。どんぐらいの暑さなのか分かんなかったが、一応なんか T シャツ着てきたんですけど、結構蒸し暑い、びっくりしました。本当真夏みたい。今回は土曜は何するっていうあの番組があるんですけど、そのロケでやってきました。はい、今回のデヴィ夫人と一緒にロケをするということで、めちゃくちゃ楽しみ。とにかく明日から頑張ります。おはようございます。朝になりました。ただいま、今7時前かなんですけど、メイクも完了してお着替えして、これからちょっとお部屋で朝食を食べてから、向かいたいと思うんですけど、届けてくださいました。これからこれをいただきたいと思います。それでは今から行ってきます。うわ、すごい立派。ここはワットパクナムなんですけど、これが仏像になります。あ、確かにお尻すごい大仏。水上マーケットすごいね。あ、みんなついてってる。あ、ついてった。帰宅。着替えてしまったんですけど、先ほど民族衣装を着てた時にデヴィ夫人が手作りでリボン作ってくれて、持参で持ってきてたリボンをまさかのくれました。優しい、嬉しいです。これからタイのナイトマーケットに行ってきたいと思います。わー、ナイトマーケットだ、すごい、全部お店。ジョッコフェアーズっていうところで、2021年だから2年前ぐらいにまだできたばっかりだそうです。す
ごいにぎわってる。めちゃくちゃ広い。楽しんでいきたいと思います。わということで、ロケが無事に終わり、やっとホテルに到着しました。ロケ2日目はパタヤでロケをするということで、パタヤに移動してきたんですけども、バンコクからちょっと2時間くらい、ね、かけて車に移動してきたので、もう今12時でございます。お疲れ様でした。スタッフさんもお疲れ様でした。本当にありがとうございました。バンコクめちゃくちゃ楽しかったです。今日はタイでも有名な仏像を見に行ったりとか、あとショッピングモールに行ったりとか、あとサファリパークに行ったり、あとはですね、ナイトマーケットかな、はい、行ったり、本当に充実してました。明日また朝からロケなんで、またでも楽しんでいきたいと思います。おやすみ。今から朝食会場に向かいます。ということで、ロケ2日目、パタヤに来ました。じゃーん。ここがリゾート地になるらしいんですけど、めっちゃ海綺麗。これからですね、ちょっとみんな見えるかな、この、まあ、この奥でこう飛んでる方たくさんいらっしゃるんですけど、パラセーリングをこれから挑戦してきます。初めてのパラセーリング、楽しみ。ちょっと怖いけど楽しみ。パラセーリングで飛びます。でもちょっと楽しみ。行ってきます。月1でつけてます。パタヤにあるターミナル21に来ました。すごい。ここがなんか世界旅行をイメージしているショッピングモールみたいで、ショッピングモールの中にまさかのエッフェル塔があります。面白い。めちゃくちゃいい席。すごくないですか。朝日と夕日で、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。これから帰ります。します。
今回の、タイのブルームいかがでしたでしょうか。ちょっとバタバタして回せないところもあったんですけど、すごい楽しいタイの旅になります。また更新します。またねー。